れた。行くか。いらっしゃいませ。1名様で。はい、大丈夫です。にゃー、タマかわいいな。あー、癒されるわ。タマ食べたいの？いいよ、ほら、いい子だ。タマ、ありがとうございました。タマ、またな。にゃー。はあ、仕事辞めて。マジ汗臭いサラリーマン癒すのもう限界だわ。俺はタマ、仕事は人間を癒すこと。ここで働いていえば雨風をしのげるし、食うに困ることはない。でも仕事はつまらないし、辞めたい。どうしたんだよ、顔色悪いじゃん。俺、仕事辞めよっかな。マジでか？こいつが辞めると俺がおっさんを担当する可能性がある。お前が辞めたら会社に迷惑かかるんじゃね？え？今猫の手も借りたいくらい猫足りてないし、どこ行っても変わらないっしょ。だよな。先輩。うん？どうした？実は仕事のことで悩んでて。うん。俺、入社してからずっとおっさん担当じゃないですか。タマはおっさんに人気だからな。はい。でもあいつら酒とタバコとカレー臭が混ざっててこの世の終わりなんすよ。わかるわ。私もおっさん担当したことあるし、最近おっさんが入ってくるドアの音聞くだけでストレスで腹が痛いんです。なるほどね。精神的にちょっときついんで、もうやめようと思ってるんです。わかるけど、転職しても結局は一緒だよ。え？この仕事は楽な方だよ。時間通りに来てにゃーって言ってれば毎日ご飯がもらえるし、仕事辞めたら真っ逆さまだよ。ホームレスになるかもしれないよ。先輩、仕事辞めたことあるんですか？いや、ない。聞いた話だよ。そうですか。ひんやりしてて気持ちいいな。今後どうしよう。あ、どうも。こんばんは。散歩ですか？あ、はい。ツナ缶一緒に食べます？あ、食べてきたんで大丈夫です。そうですか。初めて会った猫にこんなこと聞くのもあれなんですけど、仕事されてるんですか？僕、前まで猫カフェで人間を癒す仕事をしてたんですよ。でも嫌になってね、今はフリーランスとして働いてるんです。そうなんですね。あの仕事辞めて後悔してますか？後悔？全然してないよ。そりゃ最初は不安に押しつぶされそうになったけど、あのまま仕事してたら病気になってたからね。そうですか。実は最近仕事辞めたいなって思ってて、でも会社に迷惑かかるかなって。今猫の手も借りたいくらい猫が足りてないらしくて、それに仕事辞めたら人生真っ逆さまだって言われて。それは嘘ですよ。え？仕事辞めたら人生真っ逆さまっていうのは、仕事を辞められなかった人が自分を正当化するためについた嘘です。それに猫が足りてないのは君じゃなくて人事の問題でしょ。確かに。それに僕たちの寿命って最大で16年くらいしかないらしいじゃん。あ、はい。だったら好きなことした方がよくない？そうですよね。なんか気持ちが晴れました。じゃあもう行きます。うん。あ、最後に一言いいかな。はい。辛いことを我慢して報われるほど人生は甘くないよ。今日俺は仕事を辞めることに決めた。緊張する。社長、仕事を辞めさせてください。そうか、わかった。あっさり。これからが大変だな。でもすごく気持ちいい。とりあえず少し休もっかな。あ、かわいい。お、猫ちゃん一人？名前なんて言うの？にゃー。あれ？あれれれれ？これもしかして、あれ、タマじゃね？ほんとだ。あいつどこ行くんだろう。さらわれてんじゃね？かわいそうに。みんなあいつみたいにならないように仕事しようぜ。アルセウス、ご飯だよ。にゃー。ほら、アルセウス気持ちいい？にゃー。俺は優良企業に就職した。授業は終わり。また来てね。